はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、先日と言いますか、ここ最近ちょっと前ですかね、突然奥さんにですね、体迷彩みたいになってんで、誰かから隠れたいんかってね、言われてですね、というのも、僕の体の肌のね、色がまだらなんですよ。ブーって。そう、肌色と赤色と黒ずんだ色がこうランダムに並んでるんです。それを奥さんが僕のお風呂上がりの姿を見た時にですね、びっくりしたんでしょうね。原因はですね、肌の GVHD です。入院中にね、あれ、急性 GVHD が終わる頃ぐらいですかね、全身がガサガサなって、ボロボロなって、この頭、頭皮からね、こう耳とかもね、全部ね、ボロボロってこうガサガサなってきて、っていうのがあって、多少肌の色が変わったかなっていうのは、理解してたんですけども、まさか改めて言われるとは、思ってませんでしたね。それが、ね、急性 GVHD やから、もう、11ヶ月ぐらい前の話なんで、僕としてはすごい見慣れた、むしろマシになったガサガサじゃないから感じなんですけども、改めてね、言われるとは思ってませんでした。黒ずんでるくらいでは、そのね、お顔にできたシミ、この辺にね、ちらっと言っても過去にも見せたことあるんですけど、うわ、白飛びしてるな。こっちもあるね。この辺にね、できたこの黒いシミ、黒ずんでるところほどは、濃さは全然ないんですよ。ほんま全くないんですよ。黒くなってるところとかはね。でも服脱がないと分からないようなことなんで、全然平気です。でもっていうかね、鼻がどうこうというよりも、抗がん剤や点滴を入れた時の注射の針の跡とか、整形で取った、採取した、肉取ったところの腕の傷がね、生々しく残ってる方が、そっちの方が嫌ですよね。こことか黒いでしょ。これ一番最初に抗がん剤入れたとこですわ。1年前の2018年3月に入れたとこですね。これまだ全然黒く残ってます。ここピーと血管がね、黒いところも、これ抗がん剤が通った跡です。で、あと、こっちもちょっと若干黒いんですけど、ちょっと見えにくいな。あとね、ここね。全然見えます?見えてへんな。この辺ちょっと黒いところがあるんですけどね。肉取ったところなんですけど、そこの方が嫌やなと思いますね。あと左、こっちか。こっちのね、血管入れたところ、血管じゃない、血管に、カテーテル通したところもちょっと黒ずんだりしてるところがあるんですけども、あんま見えへんな。説得力なさすぎるけど、ちょっと入れたんですよ。でも、肉眼で見ると黒く残ってるんです。そっちの方が嫌やなと思うんですけど、でもこれはね、治療した勲章やと。医療関係者の方からはね、言っていただけるので、非常にね、励みになります。はい、そんな感じでね、このように感じられるようになったのも、このように伝えるようになったのもですね、皆様にご協力していただいているおかげでですね、行かせてもらってるからと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんも助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますとですね、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液がまだまだ必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
そしてね、よりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネル、このやっすーの動画が届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。